地地地地域域域域のののののこことは地域の住民がが決めめるたたた主主権権改革この実現に向けた検討推進をを行う地域主権戦略会会議が14回目の会合を開きましたこれまで地方自治体の業務は何々しなければならない。 してはならないと、およそ1万を超える条項で制約されてきました。その縛りを見直し、自治体の裁量を拡大するため、今回、新たに291の条項について一括して見直す方針を決定。地域主権の確立に向けて改革を進めています。今日ご議論をいただいたあ結果を踏まえて、えー、来年の通常国会に、 三次の一括法として法案を提出したいという考えています、えー。それからですね、一括交付金。今年度から用途を限定したいわゆる紐付き補助金の廃止に向け、地域自主戦略交付金を創設。都道府県分を対象に投資補助金の一括交付金化を行っています。来年度はその対象事業の拡大と増額を図るだけでなく。 新たに政令指定都市についても取り組みを実施。質量とともに、にこれを拡充していいたううふ考えおります。そのほか、国の出先機関の原則廃止について、現在残る論点が報告され、総理は一層の取り組み強化と加速が必要と述べました。地域試験改革に向けて、不退転の覚悟を持って臨んでもありますので、どうぞよろしくお願いします。